ティモ・ベルンハルトはドイツのザールラント州ホンブルク出身のドイツ人のレーシングドライバー。スポーツカーレースに出走している。かつてはアメリカのペンスキーレーシングに所属しており、2013年以降はポルシェチームのワークスドライバーとして活動している。2009年から2011年までアウィチームに所属して活躍している。2010年に スポーツカー3大クラシック耐久レースのデートナ24時間レースセブリング12時間レースルマン24時間レースを制して3冠を達成した。1991年、ベルンハルトは10歳の時にカートデビューして、モータースポーツレースの世界へ第一歩を踏み出した。1994年にはドイツカートジュニア選手権の王者となり、1995年にシック、 FIA ジュニア世界選手権で総合5位に入った。1996年にドイツカート選手権で総合6位。1997年に総合3位に入った。1998年にはフォーミュラカーレースの世界に移り、フォーミュラフォードのユーロカップとドイツシリーズの両方で総合6位に入っている。 1999年のドイツシリーズで総合3位の成績を残したシーズンを最後にして、ベルンハルトのフォーミュラカーレースでのレース活動は終了した。2000年、ベルンハルトは UPS ポルシェジュニアチームのドライバーとしてポルシェスーパーカップに出場し、総合3位に入った。2001年、ベルンハルトはアレックス・ジョブレーシングに加入して、 ランディ・ポブストとクリスティアン・メンツェルでチームを組んでアメリカン・ルマンシリーズに参戦しシリーズのデビューレースとなるセブリング12時間レースに出場して GT クラスの2位に入賞した2000年シーズンの開幕となるデートナ24時間レースではザ・レーサーズグループのチームに所属して参戦しクラス優勝で開幕戦を飾ったアルゼンモータースポーツのチームに所属して参戦した ニュルブルクリンク24時間レースでは、総合2位に入っている。この年のベルンハルトのベストレースとして挙げられるのは、ルマン24時間レースでの活躍であり、ケビン・バックラーとルーカス・スルーアとチームを組んで、GT クラスで参戦して、クラス優勝を果たした。カレラカップでは3位となり、イエルクベルクマイスターと組んで臨んだアムズの開幕レースで優勝して、選手権で4位の成績を残している。 ベルンハルトは、バックラー、ミハイルシュロム、ベルクマイスターラと、ポルシェ 911GT3RS に乗り、シーズン開幕戦、デートナ24時間レースで優勝した。ベルンハルトとベルクマイスターは、プチルマンを含むアムズの三戦で優勝して、選手権で2位となった。ベルンハルトは、ニュルブルクリンク24時間レースで3位に入った。2004年、ベルンハルトは、 ベルクマイスターと再びパートナーを組むこととなった。このコンビで GT クラスを休戦して6勝を上げ選手権を獲得した。その6勝に含まれるセブリングとプチルマンのレースはサシャ・マーセントトリオを組んで勝利している。ベルンハルトはまたスパフラン・コルシャン24時間レースで総合順位4位、クラス順位2位で走っている。ニュルブルク・リンク24時間レースで3位となり、 三年連続で表彰台を獲得し、マンタ体レーシングポルシェチームで選手権3位に入った。2005年、ベルンハルトはロマン・デュマと組んでアムズに参戦した。このコンビで4つのクラス優勝を挙げ、ベルンハルトは4つのポールポジションを獲得しているが、選手権2位で終わった。ベルクマイスターとパトリック・ロングと組んで臨んだ、ルマン24時間レースでは GT2 クラスで、 クラス2位に入っている。2006年、ベルンハルトは、ロジャー・ペンスキーが、チームオーナーの、DHL ・ペンスキー・レーシングに移籍して、新しいポルシェ・ RS ・スパイダーに乗り換え、パートナーは、前年に引き続き、デュマと組みながら、アムズの LMP2 クラスに参戦した。第3戦ミッド・オハイオでは、本来上位クラスの LMP1 クラスに、出走するべき、 LMP1 カーの新モデルとなる最速車の AudiR10 がルマン24時間レースに専念するためにアムズでは開幕戦セブリングを初参戦初優勝後は第5戦ユタグランプリまで欠場が続いている最中であったという幸運もあり当時モデル末期の LMP1 カーであったアウディアー r 8を相手に戦い総合優勝を果たすという快挙を成し遂げたこの快挙は l m p に開発の総合優勝で勝つ2003年以来のイクラスのレースカーによる総合優勝という記録からなるものであった。ベルンハルトはプチルマンの LMP2 クラスにも優勝しアムズで4つのクラス優勝を挙げて選手権3位となっている。ニュルブルクリンク24時間レースでもルーカス・ルーア、マルセル・ティーマン、マイク・ロッケンフェラーと組んで出場し優勝した。 ベルンハルトとデューマは、ヨーストレーシングに移籍し、新しいアウディ R15TD をドライブした。アレクサンドル・プレマをメンバーに加えて挑んだ、ルマン24時間レースでは、カーナンバー3号車に乗って、総合順位17位に入っている。デューマと、ロッケンフェラト君で、前年に引き続き、R15TD に乗って臨んだ、ルマン24時間レースで、総合優勝を果たす。 ベルンハルトを含む優勝ドライバー3人にとって初のルマン総合優勝であった。決勝レースでは1971年の走行距離記録 5335.313km を39年ぶりに上回る 5410.713km を記録している。ルマンの制覇によりベルンハルトはスポーツカー3大クラシック耐久レース3冠を達成した。 2009年のルマン24時間レースでのベルンハルトがドライブするアウディアール15 t d アメリカンルマンシリーズロレックススポーツカーシリーズインターコンチネンタルルマンカップ FIA 世界耐久選手権ユナイテッドスポーツカー選手権ルマン24時間レースデートな24時間レースセブリング12時間レースアダック GT マスターズスパフランコルシャン24時間レースニュルブルクリンク24時間レース。ありがとうございます。